ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日も一緒に RC 作りを楽しんでいきましょう。ドイツ4号戦車 J 型、今回は車体上部を組み立てていきます。それではまずエンジンルームの給排気口を取り付けます。そしてこのね、リアにこういった部品も付けていきます。この4号戦車はエンジンが中心にあるというよりはやや右側にオフセットされていて、この給排気口を使いまして右側から空気を吸い込んで、そして左側に排熱していたようです。車でいうグリルに相当する部分になるということです。それではリアフェンダーを取り付けます。どんどんパーツをつけていきたいと思います。しっかり接着したい部品は30秒ぐらい押さえてあげると密着してより強度が強くなる感じがします。この面に押しピンの跡がありましたので、サンディングして跡を消してあります。この部品に関しましては、開けた状態と閉じた状態、どちらでも接着ができそうです。今回は開けた状態で組み立てをしたいと思います。フェンダーのところにはスプリングを再現した樹脂パーツを取り付けておきます。ここに取り付けるパーツもあるんですけども、裏に押しピンの跡が3つもありましたので、パテで埋めて研ぎ出しをしておきました。こういった小さな樹脂パーツもね、ありますね。こういった細かいパーツもあることでディテールがね、よりアップする感じがしますよね。それではスペアホイールを搭載するカゴも作っていきます。
して予備の履帯を固定しておくパーツですね。まあ、これは両方つけてしまいますと後から予備の履帯を取り付けできなくなっちゃうので、まあ、せめて片側だけは接着しておいて、こちら側は組み立てるときに取り付けたいと思います。こういったボンベのような形状のものもあるんですけども、割とこの前の部分に大きな引けがあってへこんでおりましたので、パテを持ってきれいにしてあります。それではボッシュ完成塔を組み立てます。それではハッチの手すりもつけていきたいと思います。もしキットにない場合は針金で手すりを作ろうと思っていたんですけども、今回は割と手すりもね、樹脂パーツで用意されてますね。車体の下と車体上部を連結しておくこのビースをね、組み立てます。まずはこの内側に接着剤を塗って、この頭がね、六角のビースを入れときます。そして樹脂パーツで抜けないように固定をします。これをね、合計2個作ります。後々車体下部と合わせるときはね、ここに入れてロックをするみたいです。動画省略したんですけども、この小さなフックもつけました。上にちょっとね、隙間穴が開いていたので、そこは溶きパテで埋めました。予備のホイールを入れておくボックスなんですけども、この正面と側面に隙間ができていたので、そこも溶きパテで埋めました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。車体上部の組み立ては以上としたいと思います。引き続きドイツ4号戦車 J 型製作をしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。